はい、ヒアナさんはビガです。ヒアナさん、最近もめっきりヤマさんの弟子としてオーダーセレクト。さあ、しかしもう卒業しちゃうあるな共通もダメだっつって。いやー、だいぶ三雲さんが動きがいい感じですね。うわー、うまいな。と、さあ、ちょっと遠い。楽しかったわ、またおいで。ラウンド2、ファイト。先行さして、あ、よく見てますね。マジか、うまいな。うまい。中の下段。おお、IB をここで止める。さあ、払い切ってしまったものの。ここはティアナさんも逆のチャンスか。さあ、差し込んで、さあ乗っかっていくが、おっと、ああ、これよくパワー戦あるんだよな。痛い、上を取れてしまう。そして下段をガード。なんかパオのクライ判定がやっぱちょっと変だと思うので、あとプラス霞のコマ投げがね、多分あの相当広いっていうのが相まってああいう変な感じなんだよね。これは早めに出るんがわし止めたいところですが、打っていく中段混ぜて、あ、苦しい。鬼の追い込み。おお、危ない危ない苦しいと。しかしまだワンちゃんのところまでは来ている。外して、うわー、引っ掛ける。厳しい、一気に。あー、厳しい。無理か、これは。引っ掛ける。さあ、あー厳しいな今の。さあ、松戸の三上純一さんがワンピー側です。ここはまあ多くを語らず行きたいと思います。先方はアンティータイキング。どうなんだろうな、まずキングの方がどっしり構えられる感じが、なんかアンティが崩しに行くの厳しそうな感じがするんだけどな、どうなんだろう。
まあ、それ以前にちょっと水虫さんが乗ってますね、これは。飛ばして落として、お、あそこでも抜けれるのか。さあ、なんかお父さんの動きはだいぶ軽やかというか、非常にいい動きですね。お、うまいな。中段から2発目は抜けられない。当てて、あ、三星さんがだいぶ強いですね。さあ、三上純一追い詰められる。うまい。あ、しかしここがちょっと問題が。あそこで使ってすぐ倒されちゃうとね、ちょっとゲージがもったいなかったってなるんですけど、まあ、ちょっと粘りましたね。どう？さあ、三上純一も折り返してきたか。うまいな。足払いでは返せない。さあ、かくらないが状況は厳しいまま。さあ、もう残りも少なくなってきた状態ですが、 1P ゆきんこさん、いや、もうあと、あ、俺もいいのか。はい、ニコさんだいぶ最近モチベが高そうな感じがしますが、さあ、ネイメルさんの混合が完走できるかがちょっと注目が集まるところです。あ、三星さんも、そうか、ウィットン使うんだよね。無印の頃使ったよね。え、すごいな、今。この同時合戦、なんか、すごそうだね。難しそう。一発走っているのはゆきんこさん。お互いの乗っかりが超きそうだけどね。あ、三星さんが燃えついてくる。あ、ガードは硬いが、これ下段。残り 0.5 割ほど。あ、かかってしまう。おお、そうさん、あってな。飛ばして落として、ずっと減らないな。勝負。
ネットが刺さって、いい前をキープしている。おお、マジか。おお、だいぶなんか流れが悪く見えましたが落ち着いてますね。まあ大将が霞、アンドレさんはゲージも溜めつつ、あっと痛い。ここはガードしている。さあこれはもう見せ場が来ましたね、イケモさん。多分相当練習もしてきている気がしますが、チャンスは来た。あしかしまだリードは保っている。繋がらない。さあ三越さんがもうちょっと生き生きしてきたか。さあすごい試合になってきた。投げで進んだが、おお、あー怖い、ゲージがない。あーっと多分 3,4 回殺せるチャンスがありそうでしたが、まあ勝ちましたね。はい、リッツさん続きがです。ですね、残りは多分2、3人。まあ、うっかり池田氏、これ多分相当悶絶の、結構このゲームの中でもそこそこ悶絶、トップクラスに悶絶する組み合わせなんじゃないかな。そうでもない。まあ、確かにランキー D の鉄板気味はめんどくさそうですね、ゲラシは。なんかもうすぐかぶられるイメージがあるんだよな。あ、うまい、うまいな。冷たい。お、隠らした。あれ隠るんだね。お、あっ、なかった。残り1削りがなかなかできない。ここは取っている。まあそうですね、あの位置はまあ多分小足が届かなくてもらっても足払いぐらい値段は。まあ中堅戦、まあ今日は比較的戦えるのかな、カスに対しては。さあこれもまたいい勝負ですね。あ、危ない。ここで中断。減った。
あ、ねえ、メス3ゲージ。いやー、ゲージを払って、ここを発動していく。いいですね、土壇場で決めていく。このゲージ差決められるかどうか。危ない、返して、さあ、キックサンカーもゲージが溜まってきた。うおー、うまい。しかしギリギリ残る前にミスってしまう。これは返して、うわあ、何か出して死暴れかな。勝利が出なかったのか。さあ、 YD の兄貴が来ましたね。オーダーセレクト。これは相当珍しいね、組み合わせ的に。これに抗えるのかな。うわ、すごい角度。なかなか難しそうだな、あいつか。確かにデスペラの存在がやっぱでかいですよね。ピコさん、なんかやっぱ今日相当なんか動きいいですよね。すごいな、ずっとすごい。そうだね、どこで止めてもだね。気持ちいいでしょ。あ、きついな。これもともとちょっとやっぱ大変だからね、目線も。おお、なんかバリエーションが増えてますね。うまいな。あー、そうだな、今のは払えねえな。いやー、ゆちか、すげえ。逃げて、
山尾線オーダーセレクト、え、大丈夫何を間違ったの、あ、キャプさん来た、間違えて草薙になった、まあけどまあ、うん、使ってるよね山尾さあ最近だいぶノリに乗ってる山王戦、はいはい、デスペアが非常に強い、強いなぁ、おい、見ている、あ、おまけは確かに、まあ、あの体力であればいいんじゃないですかね、今のあの位置だったら強制ダウンからまたチャンスもあったからね、当たれば、上は見ている、見ている、しかし、ワイさんも粘る、あっと、2段目しゃがんでしまって勝利を入れたのかもしれない、うお、山方針、素晴らしい反応というか見てるというか、
なんか違うことを やって動いても出しそうな感じはしたけど。そう、あの駅は結構ね、めんどくさいんだよね。特に画面端だと、ナムハ回って、ナムハの方当たっちゃうとね、結構痛いからね。あ、山尾死んだ、大将。魂の量、引っ掛けて。発動していく。ゲージ必殺。どうするか、まあ、ここはゲージは払えないでしょう。あ、当たってしまう。さあ、しかしまだ花山さんは落ち着いているか。苦しい。ゆっくり3段だー。お見せされた。ゲームオーバー。多分ラストかな。ナルトさんは今日はどうだったろう。オーダーセレクト。はい、ラストですね。確かにキャプさんがパイセンの魂寄せ負って、あー、あれですね、反応自体結構難しいのに、あの当たり方。まあ端には詰まったが、これは痛い。マジか、ちょうどのタイミングでしたね。ワイリアにもう終わったと言っていますが、まあ確かにちょっとまだ怪我してこれだけ残ってるのはちょっときついですね。あっと危なかった。すごいところ走ったな今。え？いや、すごいね今の。え、今のすごくない？今のすごいよ。あー、なるほど。いや、まあそうなんですけど、今出したことがすごいなと思って。確かに今キャプさんも、まあ人確認というよりは、そうですね、絶妙なの、なんていうんですかね、飛べないタイミングの BB を押したところですね。まあすごかったな。返していく。すげえな、あそこよく出たな。これは状況きついが、マイビー空中ヒットからずっと詐欺になっている。激減りした。お、戻して、あー、技が弱い。今の確かにあの吹っ飛ばしの置きはね、持続も長いし、すごい噛み合い方というか、なんていうか、すごかったな。はい、じゃあキャプさん久しぶりに何か、何でも別にあのあれじゃなくても大丈夫です。もう300回目の前ということで、そうですね、本当に視聴している方にはありがとうございます。確かに今回は珍しく変わったコメントですけど、
そうですね、これがでも上がってる頃には多分それをやってるでしょうけど、もしかしたらもう301回2回になってるかもしれないですけど、はい、これからもよろしくお願いしますということで、初期プロのスピード次第ということで、はい、はい、頑張ります。ではありがとうございました、お疲れ様です。はい、締めたいと思います、第299回 KF ゼロリム紅白戦、これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。